今日の飯はこの俺三宅が疲れた男にお送りするぶり漬け丼だ。このレシピを見ることで疲れた体を癒す最強の料理を食べることができる。スーパーで買ってきたただの魚の切り身がどのように変身するか、とくとご覧あれ。まずはこいつらがいなくちゃ始まらない。ブリ、醤油、みりん、日本酒、米、大根、しめじ、玉ねぎ、油、レモン、わさび、にんにく、生姜、ネギ、白ごま、柚子胡椒。あとはビールだな。酒だ。さあ始めるぞ。まずは醤油を大さじ2杯入れる。何でもそうだが基本的に醤油ベースのタレは魚に合う。刺身の場合醤油は濃いものを選べ。たまり醤油がベストだ。次にみりんも同じく大さじ2杯入れる。今回は甘さをみりんで十分とした。そのため砂糖は使わない。さらに日本酒を大さじ1。この配分、これが最強のタレだ。料理酒を使ってもいいが風味を強くしたい場合は日本酒を使う。そしてさらに合わせた調味料を火にかけアルコールを飛ばす。その間に魚の準備だ。魚の切り身をつけるために皿などに移す。余分なツマなどをきれいに取り除いておけ。おっと、日本酒はアルコール度数が高すぎてこのように火が上がることがあるから注意しろ。火から絶対に目を離すなよ。合わせた調味料は少し冷ましておく。その間に魚の準備を済ませておこう。ツマや大葉が入っている場合は後から使う。基本的に全て使う。捨てるものはないと考えろ。冷ましたタレで刺身をつける。つける時間は5分程度で十分だ。冷蔵庫に入れておけ。今回はこの皿を使う。大根おろしの準備が必要だ。ご飯を盛ったら先ほどのツマや大葉を敷く。そして冷蔵庫から漬けたブリを取り出し、タレをご飯の上に少し振りかける。この際にブリも並べて乗せておこう。だがこれではまだ完成とは言えない。余っている野菜、キノコ類があれば何でもいいが、付け合わせとして食べたい。先ほど使ったフライパンに油を敷き、キノコと玉ねぎを入れる。これらを焼いてる間にレモンを切っておけ。大根おろしは絞ってのせる。ある程度火が通ったら漬けだれをフライパンにぶち込む。味が馴染んだら皿の空いてる部分にのせるだけだ。わさび、にんにく、生姜、ネギをのせる。白ごまもあればぜひかけてほしい。柚子胡椒も相性がいいのでかなりおすすめだ。余ったタレは追いかける時のために器に取っておく。ビールをついでいただきます。いやー今日も一日お疲れ様でした。どうも三宅です。まあ特に話すこともないんだけど、まあとりあえずね、食べてる動画でも見といてください。はい、一口目うまい、まあ、うまかったでしょうね、まあ、特に何も言ってませんけど、まあ、何を酔ってるのか。とりあえず柚子胡椒を一つ掴んで食べていく。うまい。あ、ご飯欲しくなって食べる。うまそうに食べている。なんだろう、玉ねぎかな。玉ねぎ食べたね。レモンを絞って食べる。お、なんか見せてきた。あ、食べる食べる。
うまいみたいだね。どんどん箸が進んでる。ハイボール出しました。注いで。炭酸を入れて、かき混ぜて飲む。いや、うまそうだね。まあやっぱうまいんだと思うよ。それはうまいよね。醤油と酒とみりんのタレだもん。だって、まあ、どんどん食べていくということで、今度は日本酒いくみたいですね。日本酒をとっくりに注いで、お、結構いくね。お、結構注ぐな。おい、はい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 。で、おちょこについで飲んだ。飲んでるね。はい。お、ここで追いだれですね。はい、追いだれいって最後にかっこんで食べると。なるほど、ごちそうさまでした。 The greatest of all time。これはね、自家製の多分ね、壺漬けだったと思います、うん、これはね、大根に似たやつ。皆さんどうもここまで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。以上、三宅でした。ありがとうございました。バイバイ。